こんにちは。弊社のチャンネルへようこそ。ここでは最新のニュースと印象に関するコメントやフィードバックを共有するために集まります。この会話の一部となるためには購読をお忘れなく。では始めましょう。週刊文春が最新号でお笑いコンビダウンタウンの松本人志に対する性的行為の疑惑を報じた第4弾では、元タレントが実名顔出しで約18年前の出来事を告発。報道に対し国際弁護士の清原博氏は、実名顔出しでの告発は重大であり、女性が自分の言い分を信じていると指摘。松本さんがすでに裁判を起こしていることから、女性の証言が事実であれば影響を与える可能性があると説明した。文春4弾ですが、告発した女性は18年前に松本さんに迫られて、断ったら帰れと言われて罵倒されたという話でした。私は読む前は記事のタイトルからして実際に何らかの性的被害があったのかと思っていました。ですが怖い思いをしたという話で、それ自体も被害といえば被害かもしれませんが、想像したこととはかなり違っていました。タイトルだけ見た人は誤解するんじゃないでしょうか。事実とは違うことを想像させるタイトルだと思いました。18年前のことを言われだしたらさすがにとも思うけど、被害者は18年前でも被害を受けた事実は変わらないということですね。ただここまで遡られると、松本なんか相当無茶してただろうから、被害者なんて山ほど出てくるんじゃない。マジで他の芸人なんかも若い頃は遊んでただろうから、戦々恐々ですね。芸能人でも芸人でも18年前のことまで言われだしたらほとんど該当するんじゃないの。当時同意の上だったとしても、相手の心次第でどうにでもなるからね。法的には罰することはできないから、ペンの力に頼るのかじゃないの。だとしてもこれが認められれば、戦々恐々とする芸能人が出てくるね。他にも現役弁護士たちがメディアや SNS でこの実名顔出しの告発の重要性はかなり重大だと発言していますね。法律の素人の私には今後どのような展開になるのか見当もつきませんが、これでさらなる告発者が増えるような気はします。第三者としては憶測での松本氏批判や被害を訴えている女性へのセカンドレイプ等々、誹謗中傷や軽々しい発言には十分に気をつけて、すべて終わるまで見守るのが一番でしょう。真実であれば、売名でなければ裁判なり叱るべき手段に訴えるべきだという意見があるけれど、ジャニーズ事件後の今では、弱者の訴えや社会的制裁というのでは週刊誌を選ぶのもおかしくないと思えます。圧倒的権力や影響力を持ち、有名人であるなんて人に向かうためには、何のコネも力もない一般市民のせめてもの犯行だと週刊誌の暴露を肯定したくない気もあるけれど、人を傷つけておいて逮捕もされない、握りつぶされる、訴えれば自分に嫌がらせが来る、そんな状況の人にとっては何か違う意味のあるものかもしれないと思う。伊藤詩織さんも当初訴えた時は、ヤフコメしかり世間の風はひどいものだった、お金や売名と決めつけない、そんな社会にもなってほしいと思う。いくらお金を稼いで一生困らないくらい貯めてたとしても、多数の女性に対して権力を傘に来た、ただのスケベな性加害者だったというレッテルを貼られてしまったら、法的に有罪にならなくても恥ずかしすぎるし、家族と一緒にいられなくなる思う。有名なだけにどこに行ってもそう思われるし、自分なら生きていけない気がする。社会的な立場の高い権力で上位にある人と、それを持っていない人との間での性関係、お互いへの思いがなければ、もしくは完全にお互いが遊びだと割り切ってなければ、立場の弱い相手に深い傷を負わすリスクあることを理解しないとならないのではないかしら。ワインスタインの METOO の時、アシュレイ、ジャッド、グイネス、パルトローラ女優が実名顔出しで被害を名乗り出たことが大きな転換点となった。今回の第4弾は内容や人が第3弾と被っていて、それだけ見るとインパクトは弱い。だが実名顔出しを重視したのだろう。また第1弾に登場し、裁判でも証言すると言っている A 子さんへの精神的支援の意味合いもあるだろう。証言者が出廷しなかった東国原裁判の輪立ちを踏みたくないという意図が見える。40代のまだ若く、結婚前の芸人が若い女の子を口説いたけど袖にされて暴言吐きましたよというネタですね。相手の女性も性被害に遭ったとも暴行を受けたとも言わず、怖い思いをしてトラウマになりましたという告発ではなく主観に基づく感想を述べているだけ。松本側から訴えられても、
本人の主観です。松本人志が犯罪を犯したとは一言も言ってません。という安全地帯からの石投げでに思えますね。今回の報道内容は実名顔出しだから証言の信憑性が高いということでしょうけど、性的関係被害似合わなくて本当に良かったと思います。かなり辛辣な攻撃はあったということですが、しかしよくよく考えてみると、松本人志は同意がなければ性的な行為はしないという証明にも使われる可能性があり、独身時代に自宅を訪れた女性に対してしっかり距離を保っていたのだなぁと、ある意味見直してしまいました。文春は18年も前の合コン時のやり取りまで持ち出すのでは、この後昭和にまで遡るのではないかと今後に不安を感じます。松本人志は訴えられているのではなく、文春を名誉毀損で訴えている立場なので、勝つことはあっても負けることはないように思います。松ちゃんの記事見るとすごく胸が痛くなります。完全に松ちゃんが悪決定のような記事ばかりで、松ちゃんがテレビからいなくなるのはすごく嫌です。特に取り立ててファンテ役ではないけど、やっぱりテレビで続けてほしいです。ふみはるさんの記事は読んでないけど、いろんなサイトの記事にやっぱ悪意を感じます。一気に精神的に追い詰めてやろうとしてるような気がして、すごく嫌な気がします。松本に限らず他の芸能人とそういう関係になり、あえて言わない女性も存在すると思います。今回のように言えなかった忌まわしい過去という方もいる反面、いい思い出だったとか、恨みはなくむしろ好きだったからという人もいるのではと思う。その2つの決定的違いは大事にされたかどうかだと思う。言葉にしても態度にしても、それから後の態度にしても、そしてお金にしても、遊びだろうなぁと想像したとしても、自分を女性としてちゃんと接してくれたかどうかでその見方は違ってくる。松本の言った行為はそのどれにも当てはめることができない許せない所業だったからこそ、これだけの告発者が出てきた。そこが昔浮名を流したと言われる大物芸能人との決定的違い。権力を持っていて一撃じゃびくともしない人が弱ってくると集中攻撃を受ける。まあでも自分がやってきたことだったら同情できないな。やられた方はその間もずっと恨んでいて、今だというタイミングを得たわけだ。因果応報とはよく言ったものだ。しかしこんな形で終わりとはね。新しい風が吹いてくるという意味では良い面もあるだろうけど、短期的にはお笑い界の大きな損失だな。残念です。告発とは犯人も被害者も除く第三者が犯罪事実を検察関係者に知らせて訴追を求めることなので、元タレントではなく文春が告訴しているが、元タレント女性は裁判になると出廷して証言をしないといけないが、本当に出廷できるのか不明だ。松本も徹底的に裁判で戦うべき。性被害者にとっては18年だろうが40年前だろうが同じです。傷つけられトラウマになり、忘れたくても忘れられない魂の殺人と言われるほどです。松本さんや一部男性にしてはたがかそれくらいと、もう覚えてない出来事なのでしょうけど、いじめの加害者は昔のことと忘れても、いじめられた被害者側には忘れたくても忘れられない。今回の事件とは違いますが、感じ方は加害側と受けた側、被害者側では、それくらい感じ方は違うと思います。松本氏の対応が保身のような感じなので、まだまだ METO が出てくる可能性がありそうですね。知名度のあった元タレントとか出てくるとインパクトが大きい。過去の話という人もいるけど、被害を受けた人にとっては今も問題。今は決定的な証拠がないから泣き寝入りじゃないと思います。今から20年くらい前のことで、特に刑事罰に当たるわけではないだろうけど、芸能界でも格上の先輩に呼び出されてセクハラやモラハラを受けたら精神的にきつかったろうな。嫌な思いしても誰にも相談できないまま一人で抱えてたのかもしれないけど、ここに来て他にも同じような被害者がいたのに、
自分が勇気を持って告発してなかったことを悔いたのかもしれないな。それにしても何年にもわたって同じような手口を繰り返してきたってところがすごいな。後輩芸人を使ってるところも同時だしな。アメリカでも映画プロデューサーが実刑判決を受けて収監されてるけど、松本人志とその一味も最初から性行為目的で女性を集めてたとしたら、計画的だし組織的だし悪質だな。吉本も国や地方の仕事を請け負う反抗的な企業ならば、しっかり聞き取り調査はするべきなんじゃないかな。嫌な思いしたことって何十年経っても覚えてるのが人間じゃない。私も10年前に全道端で羽交い締めにされて首絞められて暴行されそうになったことを今でも鮮明に覚えてる。松ちゃん側からしたら何百人の中の一人かもしれないけど、女性側からしたら松本人志に会ったことなんて一生忘れられないと思う。今後こういった女性がさらに出てくると思います。今吉本が明らかに松本人志氏と距離を取り出しているのが側から見てもわかります。現吉本の社長は松本氏の元マネージャーで、松本氏に頭が上がらないイエスマンらしいので、最初の段階では松本氏の言い分だけを信じてあのような会社の声明を出したのだと伺えられます。でもエリート大卒の社員が吉本には驚くほど多く在籍しているので、その中の仕事のできる社員の方々が後になってそれはダメでしょってことで訂正方向転換を社長に促したのでしょう。社長も今回の件で何かしらの責任を取るべきだと思う。証拠は出せるのだろうか。松本氏も無実である証拠は出せないと思うが、18年前のことについて証拠は出せるのだろうか。出なければいった者勝ちの図式になる。記事になるだけで大変なダメージになるが、文春さんは言い分だけじゃなく証拠を示してほしいと思う。証拠もなく記事にしてるとしたら卑怯この上ない。世間を煽って味方につけようとしている。松本氏に不利な証言や証人がここぞとばかりに出てき始めてる状態なので、裁判になっても一つ一つ否定していくことが難しくなったと言わざるを得ないでしょう。ただ文春もここに来て18年前の出来事を書かなくてはならないということは、最初の記事に対しての新たなもしくは確実な証拠を持っていないということでしょう。もし松本氏があくまでも最初に記事に対しての訴訟というスタンスであるならば、今回の記事は何の参考にもならないので、両者ともに手詰まりな感がありますね。あとは弁護士の腕次第でしょうか。18年前のジョージをどのくらいのものが覚えていられるか。顔出し証拠物件まで出てくるとなかなか厳しい展開になる。本人に記憶がない不明確な事実を出されて告発されると、多くの男性陣や芸能人も自信がなく、今後は簡単に人の裁判に口出しができなくなる。指紋すら証拠に出されてもどこかで罠にかけられ、記憶がない証拠を永遠に繰り返す展開になり、数年で決着がつく展開は想像できない。芸能人も売れない時代は無駄な遊びも多く、会社や先輩の命令からやらされたこともあるだろう。被害の内容が事実ならいつまでも恨みを重ねて消えない記憶として、自信を持った大人になってから訴える力も備わる。関係者の弱みの状況の今が一番世間が分かってもらえるタイミングかもしれない。付き合いの多い有名人は毎日日記でもつけていないと否定することもなかなか難しい。擁護に回るものも思い当たる節が完全でない限り、なかなか厳しい。どちらにしても失う信用と金額は大きすぎる。メディアの報道のやり方に疑問。松本の罪の立証ばかりで、文春や女性らが少しの真実をもとに脚色してる疑惑は出ない。なぜ裁判もこれから始まるのに、なんか松本が悪者なりきの話ばかりで印象操作に加担してる。誰も女性らも大げさに話してるとか言わないから中立ではない報道ばかりで不快。記事を出した文活と言われるのはメディアの報道のあり方にもある。中立性がない性被害の話は家族もいるのにメディアも連者も無責任で出すべきではない。18年前なら今回の話には関係ないわけですが、なぜ松本以外の登場人物を隠すのか理解ができませんね。真偽の確認は不可能でしょう。言った言わないの話だし、これも当事者しかわからない話なので、名乗った女性も言い張ればいいだけです。誰にも真相はわかりません。被害者と主張する女性が言ったことなら
証拠がなくても全部真実認定されるなら裁判官は必要ないですね。嘘をつくのが得意な人ならば話をでっち上げるなんて簡単なことでしょう。それがいけるならでっち上げの慰謝料請求をやり放題ですね。司法のあり方が問われます。過去にあった痴漢冤罪事件のようにならなければいいのですが、仮に文春の記事が本当だったとしても相手が折れるまで次もあるぞ、折れないなら次もやるぞという拷問みたいなやり方は印象が悪いですね。この記事の内容にもある通り、反訴のリスクを負っての実名顔出しの証言は文春記事の内容の信憑性を大きく上げることになると同時に、今まで出た文春記事の内容と証言が似たものであるなら A 子さん B 子さんといった仮表記の方々の証言の信憑性を強く補完することにもなる。この件での松本人志の立場はさらに悪化するのではないだろうか。